SEO って初心者にでもできますか？はい、可能です。誰かを幸せにすることだけを考える。お役に立てたら嬉しかった。昨日、ある人がパソコンが遅いというので、我が家に来られました。買ったばかりのパソコンの動きが遅いのです。新品のパソコンのタスクマネージャーを見たら、99% とかメモリがいっぱいなんです。そこで、パソコンの OS を初期化して、必要なソフトを全部入れ替えたら、新品の速さに戻りました。もちろん相手さんは大喜びでしたが、それ以上に私自身が嬉しかったのです。執着してはいけないことと執着すべきこと。もし、自分の都合に執着していたら、人のパソコンを直すことはしないでしょう。でも、人のパソコンを一生懸命直す。人の幸せに執着することで、私自身が幸せを感じたのです。執着すべきは、自分ができることで、人を幸せにする。これなんですね。仕事に執着するのは、人様を幸せにすること。仕事に執着するのは、いいことです。いい仕事は、必ず、多くの人を幸せにするからです。人様が幸せになるようにすれば、仕事は、自然にうまくいきます。自然に儲かるようになっていますね。人は天に可愛がられている。私たちは神に十分愛されているのだから、それ以上、自分のことに執着する必要はありません。周りの人が幸せになることを考える。周りの人の幸せに執着する。すると、簡単に幸せになります。それが、天が私たちに望んでいること。今日は、人は天に可愛がられているのお話です。では、今日も素敵で有意義な一日をお過ごしください。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっと、あなたに幸運が訪れますよ。